お前か。何か用か？うん。おはよう。何か厄介なことにあったときは、迷わず我の名を呼べ。早速ですが、キッチンにある食材を調べさせてください。限られた食材で空腹を満たすには、どう調理するか知恵を絞る必要がありますから。それと、これらを用意してくれてありがとうございます。もしよければ私が腕を振るいますので、あなたも食べに来てください。キッチン、ちょうどいい。俺の腕を披露してあげよう。こう見えても昔は結構料理を作ってたんだ。食べ物には武器と同等の価値があるからね。相手が作った料理を食べるのも戦いの一種と言える。俺の挑戦を受ける勇気、君にはあるかな？この厨房の配置、某所旅館のそれと全く同じものだ。手持ちの食材で我の知っている味を作れるか言ってみただけだ。期待などしておらぬ。料理人は場所にとらわれない。どんなチューブでも、どんなコンロでも、練習さえすれば本来の実力を発揮できるよ。もちろん食材はおろそかにしちゃダメ。新鮮なものを使わないとね。だけどここには食材があまりないみたい。私が料理を作るから食材を用意してきてくれる？キッチン、食材、複雑。森では使わない。でもハッシュドポテトじゃないやつ学びたい。教えてくれないか？作ったらお前とルピカに食わす。